ティベリウス・クラウディウス・ネロティベリウス・クラウディウス・ネロは、ローマ帝国、第2代皇帝、ティベリウスのジップで、アウグストゥスの妻リウヤ・ドルシルッタの最初の夫。ティベリウス・ネロは、名門リウイウス氏族に属する、リウヤ・ドルシルッタと結婚した。リウヤの父マルクス・リウイウス・ドルス・クラウディアヌスは、クラウディウス氏族出身者であるため、同族同士の結婚でもあった。この結婚で、 紀元前42年に自らと同盟の長男ティベリウス・クラウディウス・ネロを紀元前38年に次男ネロ・クラウディウス・ドルススを得ている。ドルススは妊娠中に離婚したリュイヤがアウグストスと再婚した後に生まれている。ティベリウス・ネロの死後、アウグストスのままことなったティベリウスとドルススはユリウス・クラウディウス長の一員となり、ティベリウスは第二代のローマ皇帝ともなった。 ドルスツの息子であるゲルマニクスや第四代皇帝クラウディウスは孫にあたり、ゲルマニクスの子供である第三代皇帝カリグラやショーアグリッピナは創孫にあたる。ショーアグリッピナの息子である第五代皇帝ネロは現存にあたる。名門、クラウディウス氏族に属するティベリウスネロは、その経歴をガイウス・ユリウス・カエサルツキノクアエストルとして始める。ローマ内戦では、 グナイウス・ポンペイウズラ元老院派との戦いに勝利後、カエサル派とプトレマヨス朝との戦闘では艦隊を指揮し、勝利に貢献した。この時の貢献のため、プブリウス・スキピオの公認の人技官に任命され、ガリアにナルボやアレラテなどの植民主建設の指導のため派遣された。このような経歴からカエサル派として見られるが、紀元前44年3月15日に、 カエサルが暗殺されると共和派に同調を見せる。元老院において、マルクス・ユニウス・ブルトゥス、ガイウス・カッシウス・ロンギヌスら暗殺犯を赦免する、決議の出された時には、選手殺しの英雄として、報奨を与えるべきだとの提案までしている。その後ローマは、ブルトゥス、カッシウスらの勢力とマルクス・アントニウス、オクタヴィアヌス、マルクス・アエミリウス・レピルスの三党間との間で、 フィリッピの戦いが行われた。この間ティベリウスネロはアントニウスに接近したようで、この後三島間の間で確執が生じると、オクタヴィアヌスに対立して行動していく。紀元前41年に法務官に就任する。この年の冬に、マルクス・アントニウスの弟でこの年の失政官。ペルシアでの敗北後、ティベリウスネロは妻子を連れて、プラエネステ、ネアポリスと逃走し、 この間にも失敗に終わったものの解放の条件で奴隷の軍団を組織しようとするなどしている。その後、同じくオクタヴィアヌスと対立していたポンペイウスの息子、セクストゥス・ポンペイウスのいるシチリア島へ逃走したが、ポンペイウスから軍の指揮権を与えられなかったため、マルクス・アントニウスのいる赤いへと渡った。この年元前40年にアントニウスとオクタヴィアヌスとの間では、 和平が締結され、翌年ティベリウスネロは家族と共にローマに帰還する。このローマでオクタビィアヌスは初めて出会ったリウィアに惹かれ、結婚を強く望むようになる。ティベリウスネロはこの要望を受け入れ、身オの妻と離婚した。紀元前38年1月17日にリウィアとオクタビィアヌスは結婚し、その後リウィアは次男ドルススを出産した。 ティベリウスネロは、長男ティベリウスと生まれたばかりの次男ドルススを養育したが、紀元前33年に死亡した。この時、ホルム・ロマヌムテの追悼演説は、長男ティベリウスが務めた。ティベリウスネロの没後、ティベリウスとドルススはリーウィアに引き取られ、アウグストゥスのママ子として成長していくことになる。ありがとうございます。